こんばんは、リンパケアサークルゆるふわのわしみです。今週は YouTube のコメントであったことなんですけれども、手の甲の血管が浮かんでくるのはリンパケアではどうですかっていうコメントがあったんですけれども、それについてやっていきたいと思います。まず手の甲の血管についてなんですけども、よくよく見てもらうと血管って青くなって浮いてると思います。でそれっていうのは静脈血で、要は静脈になるんですね。静脈ってのは手からわーっといって腕を通って胸を通って心臓に行くっていう風に心臓に帰っていく側の血管になるんですけども、浮いてくるっていうのは何が起こってるかっていうと、帰っていく静脈ですね、静脈の流れが悪くてだんだん血が溜まっていって血管が膨れるから浮かんでくる。あともう一個は血管の上に皮膚があるんですけど、皮膚が潰れてしまって、ファシアっていうものが潰れてしまって皮膚が薄くなることでポコって膨らみが目立つっていうことが起こっていきます。なので今日のケアとしては、まず手の甲のファシアっていうものを広げることと、あとは静脈の流れを良くするためのケア方法っていうのをご紹介していきたいと思います。結局何するかっていうのは普段のケアで全然いいんですね。一番基本的なのは撫でることで全然いいんですけれども、今日はファシアってものを注目するために、まず胸に手を当てていただいて、手の甲に手を重ねてもらってファシアケアをしていただきます。ふわふわふわですね、表面の皮膚をずらすように動かしていく。で動かしてもらった手をさっさっさっさと撫でてください。これを3セットですね。手の甲をずらす。で撫でる。さっ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 さですね。また手の甲をずらす。で撫でる。さっさっさっさ。でこれで先ほど言った手の表面の皮膚のファシアを広がって、皮膚が厚くなるというか皮膚の空間が厚くなるっていうイメージなんですけども、その状態を作っておいて、全く同じ場所でいいんですけども、今度はここから同じように手の甲の皮膚をずらして、そのずれをどんどん中に入れていきます。ずらすのはあくまで手の甲をずらしていけばいいんですけど、手の甲がずれて、手の中がずれて、手のひらの皮膚がずれて、で胸の皮膚がずれて、で胸の大胸筋とかがずれて、その下にある肋骨とか胸骨がずれてきて、でその間にある肋間筋がずれて、でその中にある肺がずれてきて、奥にある心臓がずれてきて、で今度裏側に入ってまた肺に行って、肋骨に行って、背中の筋肉に行って、背中の皮膚っていう風に全部がずれるのを感じながら胸をさっさっさっさと撫でます。胸の真ん中のとこでいいですか、ちょっと左寄りですか、真ん中でもいいです、ど真ん中でもいいです、左寄りじゃなくても。でまたピタッと当ててずらすですね。手の甲、手の中、手のひら、胸の皮膚、胸の筋肉、肋骨、肺、心臓、で肺の裏、肋骨で、背中の筋肉、背中の皮膚にまでいったらまた胸を撫でる。これも3セットですね。ピタッと当てて、手の甲、手の中、手のひら、で胸の皮膚、胸の筋肉、肋骨、肺、心臓、肺、肋骨、背中の筋肉、背中の皮膚っていう風にいったらまた撫でるっていう風に3セット繰り返してみてください。そうすることで手の甲の皮膚の空間がわーっと広がってって、ここの末梢からわーっと心臓に向かっていく血流ですね、静脈の方がわーっと流れがどんどん良くなっていきますので、最後こうやって撫でてあげればいいです。手のひらから胸に撫でてあげて、これは流れるイメージです。筋肉緩めることにもなってるんですけども、流れるイメージ、こっちからもわーっと流れるイメージっていうのを取れるように撫でていただくことによって、だんだん流れが良くなるので、だんだん血管の膨らみっていうのがなくなっていくと思います。循環が良くなることがものすごく大事なので、循環を良くするために意外と大事なのが水分ですね。よくあるのが脱水気味になると回す水が足らなくなるので、うまく回らなくなることも一つの原因になってしまいます。水分量をしっかり取るっていうことと、こういうケアを合わせてしてもらうっていうことで、どんどん皮膚が厚くなり、静脈の流れが良くなると、手の甲のその膨らみなんかが気にならなくなると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。リンパケアサークルゆるふわでは動画、SNS、メルマガで情報発信をしておりますので、興味のある方はフォローの方よろしくお願いします。